2021年の2月に初めてウイーレ2018買いました。400円で。で、タイトルでね、タイトルとサムネで分かってると思うんですけど、井上慎也がロシアワールドカップで日本代表優勝へ導く。やっていきましょう。出ました、箸休め企画。一人しか操作しなくていいから気持ちがむちゃくちゃ楽。例のごとくですね、まずは井上慎也をね、作っていかなきゃいけないんですけれども、作りました私、ま、日本代表にね、選出はされてますされてます。はい、今回結局だからジャパンチャレンジモード見たくですね、その最終予選とかからはないので、いきなり本大会です。いきなり本大会から始まるんですけど、そこに参加する日本代表井上、こちら結構真面目に作りました。似てない？ちょ、メガネがないんで似てない？この口の鼻とか口の感じとかで、髪型はねなかったんですよ。このマッシュルームカットはなかったんで、あの、私がちょっとこういつもですね、家の中で過ごす時にこうね、こういう髪型なんでこれにさせていただきました。で、能力を決めていかなきゃいけないと。87ではないで、一応登録ポジションはオフェンシブミッドフィルダーにしたんですけど、それも決めていく。まず選手名 OK、 基本設定は OK、 年齢は2年前なので32歳 OK、 登録ポジション、まず能力からいこうか。能力から、はい、例によってですね、これですね、こちらズドン、ルーレッティーで、最低数値が40かな、40なんで、40から99の値をルーレットで決めていきます。これが本当に大事なのよ、これが本当に大事なの、これ、この能力決めが。早速いきます。オフェンスセンスからクリックして回転させるんで、もうクリックして始まります。オフェンスセンス、まあトップ下ですから、本登録はね、トップ下なんでマジ重要。いきます、トイ頼む、せめて75以上で。あー微妙何も言えない何も言えない。次、ボールコントロール、これもな、必要だよな。チュドン、お願いしますよ、マジで。あの、前回のね、南アフリカワールドカップみたいな、おー、いいじゃない、87はいいよ、ちょっと滑舌あれだけど。次、ドリブル、これも欲しいな、できれば。いいよー、89、素晴らしい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 。グラウンダーパス、いや、この辺はあった方がいいな。ちょっとウィール2018やったことないんですけど、まあ、2021と似てるっしょ、多分操作感でそんなに変わってないっしょ。え、悪くなくない？悪くないよね。フライパス、え、全然悪くないよ今のところ、マジで全然悪くない。80、マジで決定力、点決めたい。で、今回本大会からなんで能力アップチャレンジはないんですけど、は、めちゃくちゃ強い選手生まれてるやん、何これ、何これ、マジで始まった、井上の時代。フリーキックも蹴りたい、69 カーブ、この辺はまあいいかなっていう気はする。うん、なるほどね、この辺から下がってくんのか。急に54もうないようなもんです。ヘディングは割と強くありたい。でも身長低いから171なんで、まあ、あってもなくてもみたいなとこあるけど、低いんかい。47、ディフェンスセンス、まあ欲しいは欲しいよな、欲しいは欲しい、ディフェンスセンスは微妙だな、まあ、でもと、まあ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 、63、ボールダッシュ、もしかしたらボランチとかやらされる可能性もあるからね。
それを加味した能力で言っておきたいのよ。できれば79。まあいい、いいよいいよいいよ。次何これ。てめえの顔が邪魔で見えねえな。キック力、キック力か。欲しい。キック力ないのはいくら決定力あってもあんまり良くない。弱いなー弱いなー。一番大事、スピード瞬発力、一番大事です。微妙ー、口曲がっちゃう。74。ちょっと鼻かみたい。ティッシュがないです。ちょっとティッシュ持ってきます。瞬発力か、マジ大事だよこれ。瞬発力はマジ大事。最悪スピード74でもやっていける気はする。瞬発力があった方がいい。でよまずい。ちょっと足をっせー。ボディーコントロール、これも必要。ボディコントロールはウィーレではマジ重要です。2021では。高えんかいそれは、高えんかいそれは。89でしょ。フィジコン、これもいる。ちょっとグンやりたいから、世界相手にグンしたいから。微妙、72は微妙だな。ジャンプもういらないよ、ヘディング弱いんだから。ジャンプは、うん、あってもなくてもよ。これは高いんかい。ほんでジャンプだけはあんのか。じゃあ瞬発力あれや。じゃあゴールキーパーセンス、これ高いとちょっと嫌なんだよな。これ高いとちょっと嫌なんだよな。悪夢があるんですよ僕には。ゴールキーパーさせられるっていう、かつての。おかしいだなな、なに、キャッチング、この辺からすごく高いみたいな、やめてよ。いらないよそういうフラグ。まあまあだな。ほんでまあまあだな。クリアリング、低いね。まあこれぐらい低ければ大丈夫か。53。やらされるってことはないでしょ。で何、コラプシング、オッケー。67。コラプシングって何。ディフレクティング、ディフレクティング。でもまあそこまで低くはないよね多分。全体的に OVR で言うと70後半ぐらいあるんじゃないの。56。スタミナ、これはいる、これはいるよマジで。これはマジでいるやつです。46。地獄かな。逆足頻度、逆足精度か。これ変えなきゃダメだな、ルーレット。オッケー、いきます。ここ重要だよ。逆足切れた方が絶対にいいんだから。終わったー。逆足頻度はダメ。精度、精度、精度は攻めて、精度は攻めてくれ。精度はお、いいじゃん、いいじゃん。コンディション安定度、これが8までだよね。オッケー。公安もいる、公安もいる、頼む。コンディション安定度はいる、本当にいる。あー、2っている、2の選手っている。え、ちょっと消えて、
怪我耐性、これも奇数か偶数でいこうか。あ、違う、1に3まであった。3まであるんかい。 GO! 怪我は2。まあ、これで能力が確定しました。まあオフェンスセンス76、ボールコントロール87、89。まあまあ、え、 OVR どんぐらいだろうね、これね。ちょっと気になるな。83もある。待って、83万じゃん。まあまあじゃない。次スキルなんですけど、これはこれでやろうか。追加か残念かでやろうか。ドン、シザーズ。まああってもなくても俺使えるかどうかわかんないしな。どうだろうね、使える俺。残念。ってことで、これで10個かな。だから、チェイシング、アクロバティック、クリア、キャプテンシー、スーパーサブ、闘争心はつかなかったと。で、プレイスタイル。これどうしようか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。17個はなんで、1から17で決めよう。これで OK なんですけど、この何ですか?この、守備的ゴールキーパーとか攻撃ゴールキーパーとか、このビルドアップとか攻撃的サイドバックとか絶対レベル。だからもう一桁出ろ。とにかく。一桁出ればなんとかなる。とりあえずは。まあ、僕は僕を操作するんであんま関係ないですけど、ドン!一桁頼むよ。一桁よ。あんなんだよちょっと16でしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。攻撃的ゴールキーパーのプレイスタイルのオフェンシブミッドフィールドが爆誕しました。能力はこれで OK で、ポジションです。次ポジション、プレイ可能ポジション、これを ABC 全部選んでいきます。これでいこう。で、全部のポジションを A から C 決めていきます。で、まずは登録されてるオフェンシブミッドフィルダーから行くか。これ A じゃなかったら意味がわかんないんでね、正直。謎、オフェンシブミッドフィルダー登録なのに、そこのポジションが A じゃないってもう謎でしかないんで。え、やめてよ。OK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 。ゴールキーパーやめろ。 A だけはやめろ絶対に。なんでだよ、出たよやらされる未来しか浮かばねえな。で、プレイカーの何これ。あとは OK か。もうこれで出来上がったね。登録ポジションがトップ下で、能力がこういう感じです。うん。まあ、悪くないね。カーブ、ヘディングがちょっと低すぎるけど、悪くはない。スキルも悪くないよね。うん。スルーパスとか持ってないのかな。で、プレイ可能ポジションがもう意味がわかんないことになってます。なおかつ、トップ下登録なのに、プレイスタイルは攻撃的ゴールキーパーと。ふざけてます。で、日本代表の面々なんですけど、こんな感じです。川島さん、吉田さん、井上、深夜、
酒井宏樹さん、長友さん、山口蛍さん、酒井五徳さん、武藤さん、原口元気さん、香川さん、岡崎さん、東口さん、中村浩介さん、牧野さん、庄司源さん、遠藤渉さん、上田直美さん、宇佐美隆さん、本田圭介さん、長谷誠さん、柴崎岳さん、大阪優也さん、乾隆さんと、はい、ロシアワールドカップに行ったね面々そのまんまです。ただ本当にごめんなさい、大島さんが変わって私になってます。大変申し訳ございません。カップ、これ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 カップ、これで新規でワールドカップなんで、これ一応画像も入れておきました、ワールドカップの。はい、参加プレイヤー1、試合レベルは、あ、レジェンドが出たのか、まあ、スーパースターでの試合はね12分ぐらいでやろうかな。怪我はあり、これでチームは我々は日本ですね、もちろんね。はい、でこれを変えていかなきゃいけないんだな。グループ A がロシア、サウジアラビア、エジプト、ウルグアイ、ちょっと変えます。 OK、 これでグループ A ロシア、サウジアラビア、エジプト、ウルグアイ、グループ B ポルトガル、スペイン、モロッコ、イラン、グループ C フランス、オーストラリア、ペルー、デンマーク、グループ D アルゼンチン、アイスランド、クロアチア、ナイジェリア、グループ E ブラジル、スイス、コスタリカ、セルビア、グループ F ドイツ、メキシコ、スウェーデン、韓国、グループ G ベルギー、パナマ、チュニジア、イングランド、グループ H ポーランド、セネガル、コロンビア、ジャパンと。 OK です。さあ始まりました。以上現実の史実ではですね、まあ、カルロス・サンチェス選手が一発レッドで香川選手が PK を沈めて、でフリーキックで追いつかれて、そこからまた大迫選手のヘッドみたいなところで、グループステージ第1節、まあ、コロンビア戦ですけれども、レギュレーション、はい、32チーム参加、1グループ4チームでグループ分けを行う、はい、順位決定、はい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 、まあ OK でしょう。ゲームプランどうなってる？はい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 、トップ下でスタメンです。長友さん、吉田さん、牧野さん、佐賀弘樹さん、キーパー川島さん、長谷部さんと香川さんのボランチえ、香川ってボランチできんの？できなくはないって感じか。あー、原口元気さん、乾さん、武藤石則さんと、わかりました。3トップ向こう、怖え、クアドラード、ファルカオ、カロスバッカ、むちゃくちゃ怖いですね。ハメス・ロドリゲスがセンターミッドフィルダー、カルロス・サンチェスさんはスタメンじゃないですね。まあ、井上シアが入り込んだことによって世界戦がやっぱ若干変わってると。まあ、行きましょう。日程進行、軍試合進む、大丈夫だね。ゲームプラン変わってないよね。私は背番号6番なんですね。はいはいはい、わかりました。システム設定とか見とく、一応。ゲームスピードは変えなくていいか。変えなくていいよね。変えなくていいと思ってます。はい。試合中の画面表示設定。うん。オッケーオッケー。行きましょう。選手指定、私は、井上です。これです。リーグ初戦です。さあ、始まってます。コロンビア対日本。ワールドカップ、ジュゼッペ・メアッツァ。イタリアでやってます、なぜだかイタリアで、大雪が行われております。一体どういうことでしょうか、これは。イタリアでそんなことありますか、なんてことでしょうか、これ。え、日本国国家、キモい、顔でかい顔顔でかい、一人だけ抜群に顔でかい。まああれぐらいでかいんだよね、僕はね、ほんとね。うん、人と並ぶとね、ちょっと異常なぐらいでかいっていうのが分かるんですよ、ほんとにマジで。まあいいでしょう。あ、国歌歌わなせした国歌歌わなきゃダメだったけれども、まあいい。キャプテン誰、キャプテン誰だった、キャプテンマーク誰もいてる。サッカーを生業にする者、はい、この舞台を夢見て精進する者たち、一体何人いるんでしょうか。はい、ここにいます、ここに、ここに行ってます。勝利を欲して、欲してやむなき、はい、この体重しとなるのか、
それとも勝利を渇望して燃える心の糧となるのか。いってます。さあ始まってます。井上はトップ下でスタメンです。本戦グループリーグ初戦コロンビア対日本。オッケー。おっとバッカ、ちょっと待って見えない。何、あぶねー。ああいいよ、こうやろう。パス弱っ。嘘でしょ、そんな弱いパス、井上のパスって。いいよ井上。はい、いいよ、いい非常にいい形じゃないですか。いいよ、これどうする、取れちゃダメ、当てる、これはチャンスだ。さあ打つ、弱えシュートを打ってきます。え、もっとダメだけダメってこと、パスとか。あ、これでいいのか、これで見えるのか。オッケーオッケー、ナイスディフェンス。オッケー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 、このあれね、レここタッチパネルでカメラ変わるってことね。よし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 、わかりました。もうそうなれば怖いもんないですよ。パスで繋いで攻め込んでいきます。はい、うまいうまい、ボールを受けてやってるよね。左サイド、ほら繋がるか、シュートもあります。さあ長友へ、ごめん、それはごめん。うよ、いい惜しい。え、待ってスタミナもう3分の2、前半12分で、え、やばい、こいつ、こいつはやばい。もう半分行こうとしてるもん。え、嘘でしょ、これ動いちゃダメだな、あんまり。今サボったから俺が。やめて、ファルカオ、アブリルラビー、あぶねー、もうサボったからか俺が。ナイスブロッケジーよ、しっかりね、ジャンプ力は一応あるからな、井上は。井上がせんの、ナイス。え、おう、これダッシュ使うと速攻でスタミナなくなるな、井上は。いいよ、じゃあ、あんまね要求せずにね楽しみたいと思います。井上のポジショニングのみでボールをもらうと。そういうことで俺には来ないと。ちょっとくれてもいいんじゃないですか。今嫌われてるか、この年代でも。やばいね、やばいよね、それ。ヒロキその対応はやばいよね。おーい、マジかよ、コロンビア先制に成功。やばいってヒロキその対応は。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。そう、っていうかファルカオの動き、マヤも全然前行かれちゃってる。鍛え直すしかないか、これ井上が全員を最年長として。あ、まずいですね、これは。積極的にボールもらうような感じで攻めていかなきゃダメだ。うまい、決めろ。なんでだよ、まずいな、またまずいんじゃないこれ。日本ラボーナ、おう、オッケー、オッケーオッケーオッケー、井上はリンクマンしてるよ。上げてもいいよ、この位置でボールを受けます。来た、うわあ、14番武藤か、よっちだな。プレッシャー取れないで、そう、犬井に渡る、長友、ここは間合いを取る。え、犬井から長友、仕掛けるタイミング、いいよ、はい、うぅ、あーい、マジー、ナイスディフェンス、はい、はい、きついって。34分で体力ゼロ、ま、とんでもないぜこいつ。タバコ吸ってるだろ。オッケー、ヒロキ、あぶねー。いいよ、もう残ってるから俺も。はい、来た、時代、ちょっと体力を回復させてくれ、アミノバイタルくれ、カロリーメイトでもいい。
いや、サイド使ってこうね。乾。乾取られないんだよね。まずいなぁ。いや、惜しいの一本ありましたけどね。ではこの後もこれさ、思うんだけどさ、つけた方がいい、これ攻撃コンセプトとかどうなの。一応皆さんぜひ2018で強かったコンセプトアレンジをぜひ教えてください。よろしくお願いします。さあ、せめて同点だよね。1試合目で勝ち点取れない、回復してるな体力。1試合目で勝ち点取れないとグループリーグ突破する。はぁ、待って、なんでそんな相手。てる。いや、ちょ、長友さんがゴリ上がりしてたんだ、これゴリ上がりしてたからくっそ裏抜かれてるわ。ファルカオのパス、うんま、えバッカもほんでシュート、うんま、まずいですよ。相手がちょっとプレス早くなってきてる気がするのは気のせいでしょうか。長友へ、はい、アーセベないぼ、一回戻すね。いいね、そこすぐ来るんだ俺に。でしょ、ディアス、フワドラ、まずくない。ボール、あーそんな簡単にやられんの禁止でお願いします。マジで厳しくチェックされています。そうですね、今日は中盤でのパス回しの中心を、惜しい、はい、マークをすることで、なんで浮いちゃう。まあ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 頑張ってるんです。彼は必死に必死に頑張ってる人を笑うのは良くないです。吉田、奪います。いいね、こっちでしょ。ゴーゴーゴー、来た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 、前田さんいってるよ、前田さんいって、なんで打つんだよ。パスを受けてシュート、いいね、どうし空いてましたよね今私。 OK、 いってらっしゃい。ロングフィードで狙う、ここで受けて、頑張れ、ひろき、ここじゃない？うわー、背負えねえのかー。ちょっと変えよう、井上は変えないけど。よっち、調子悪いじゃん、ほんで。あ、本田さんワントップっていうのありだな。香川さん。香川さんってサイドできるよね。オッケー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 。で、乾さん、変わって、ガク君行こうよ。さあ、カウンターのチャンスになります。ワット裏を狙う、まずい、むちゃくちゃやられてる。自分でアタッキングしようぜ。ほんで長谷部、点取んなきゃダメだよ、やんなきゃ意味ない。ちょっと危ねえ、よし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 。原口、まだ交代してません。ナイボ、もうないです、体力は。いけるか、イノウはそっちなんだ。長谷部、うまい、中入るよ。もういいですね、取られちゃダメだ。コーナー攻めて取った、うわマジで、組み立てながら攻め上がっていく。サイド D、 サイドのスペースへ走らせる、トイボルでしょ。原口へ、いいね、悪くないね。出して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 、中に出して、まずい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 、おーこれいいでしょ、まずい、おーおー、死んだと思った。そうですね、首の皮一枚つながるというシーンですね。死んだと思いました。で、遅いのよ今交代しても、今やっと交代始まったんだから。これ余裕のボール回ししてきてるもん、コロンビア。いやーいやー、おーしよう。おわ、これダメじゃないかこれ。いやー、ちょっとシュ、うー、井上 6.0 だから許してください。ブラジル、ブラジル負けてる、え、マジで言ってる。ちょっとまずいです、すごく黄色信号です。これはどうなってます、これ3回で終わりっていうのは絶対に嫌なんですよ企画3回で終わりは絶対に嫌なんで。次セネガル戦ですね。ゴールランキング、クリスティアーノ・ロナウドとメッシ、デブライネ、フェライニ、デレアリー、バーディ、なるほど。
アシストはブスケツ。へー。ちょっと他のグループも見ときます。うん、まあ、現実とはちょっと変わった結果になっていってる部分もあるし、あれ現実通りじゃないの、現実通りとはいかなくても似てるじゃんみたいなことは巻き起こっているかもしれません。いやちょっとコロンビアに勝たないとちょっと歴史たどれないけどね、日本代表の。次回も見てください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。